よし、じゃあ準備が整った。超人オリンピックザビッグファイト武器の日2日目第3種目ゴールデンアクスデュエル大会始めたいと思います。さあ1回戦第1試合が竹谷バーサス死にかけ右京19死にかけ19死にかけ、じゃんけん勝った死にかけが 2P 側、完全新作ゲーム今年出た 2D 格闘ゲームとして味方で稼働し始めたストリートファイターアックスことゴールデンアクスザデュエル、まずはこの冬季超人オリンピック大会で最強の男を決めたいと思う。ワンピー、タケヤンの、はい、ツーピー、チャムチャム的な、ジャム、ジャムですね。ジャムか。かぶり物を使用した。いるキャラ。さあ始まった。飛び込む、タケヤン。ハオマルタイプのハイニー、チャムチャムタイプは通常技一個一個が非常に優れてますね。それに対しジャムが昭和しばらいがガード不能という、ああそういえばそんな技がありました。昭和しばらいがガード不能、このガード不能の技をどこで織り交ぜているのか知りたい状況。タケヤジャンプで距離を取ってよそ見て飛びつないで大事にしっかりガード、知りたい状況。ファイアボール飛び道具ですね。勝利だ、しゃがみ台切り、しゃがみ台切りですね。対空していく、結構あの強力な通常技が揃ってくる。内切り、足払い、足払いの連続技ガードさせて飛び込んで大の足払い、足払いを決めてまず一本接種。竹谷順当にストリートファイター的、いやサムライスクリス的な戦いでまず一本接種していく。さあ2ラウンド目死にかけで大切り、足払いガードさせて有利昇竜拳でまず対空。さあ、あのサンタクロースを殴ると出てくるのがポーション。このポーションを5つ集めて決めてくるのがアックスシステム。このゲーム、特殊な方法で調子した技を使うことができると。ジャム台切り。さあ、ポーションをこの前に。このバラ前でポーション回収して、マックス状態。竹谷が弱足で決まることができる。決まることができる。アックスシステム、レッドブルを回収して。決まって、決まって、昇竜拳。昇竜拳。2個取って回復。そうですね、サブスピードの同様肉がありますね。回復して決まって決まっている状況、もう短い、終わった終わった。死にかけが死にかけのポート決まってる。あと時間がないけど噛みついたけど、いらねー、いらねー。勝ったのはタケヤン、おめでとう。じゃあイデアとカナディアマンじゃんけんして席を決めるんだ。イデア、間。イデア。さあ、イデア。イデアも優勝できるタイトルがそろそろ欲しいところ。まずは負けられないカナディアンの戦い。俺だって、俺あそこ電撃ねえと。ごめんね、ちょっと待って。デュオさあ、イデア。待ったなし。カナディアンマン相手にまず1回戦突破できるのか。女剣士を使います。さすがイデア、萌えの最前線ということで。ミランですね。あの多分あの獣、あの獣じゃダメってことなんですかね。まあそうですね。カナディハンマンはドワーフ、いわゆるギリウス6へと使っていきます。しばらく労働を待ってから始めてくれ。いやでもね、この間イデアゴールデンアクスであれですかね、あのボムさんの悪いトウモロコシに勝てそうでしたからね。結構頑張ってるんですよね、イデア自身も。さあ萌えの最前線、ピンク色のアーマーをつけているのはイデアだ。カナディアンマンが使うのはドワーフ、ギリウス。果たしてどうなる。世界幕ベノムストライク、ベノムストライクを放っていく。カメ技ですね。カメ技なんですよね。そうですね。飛び込んできて弱打ち切り連打、そのまま大切り、満点の強さの技だ。さあローリングが落ちてきてダウンを奪っていく。カナディアンマン、カナディがそうローリングで振ってくる。イデアからダウンを奪う。おっと突進技、イシベノムストライク、ベノムストライク大切り手落として空タイプ大喜利、使ったところに、安定の強い弱バレー。おっとめくって、めくりなのに真正面にいた。真正面にいた。どんなんだよ。で、ローリングを当ててダウン奪って。アイデア、体力が。もう勝利を愛してからの。時間がないぞ。気をつけて。勝利を当てて。飛び道具、ベノンストライクされて、ダメージ与えていく。カナディアマン、近寄りたいところ。あと10秒。9秒。時間がない。様子見がない。おっと、足払い、差し合い勝って。イデア得意の我慢できないところからの。我慢できなかった、イデア。ジャックパン入って、まずはギリウス、カナディが一歩接種。若さが出ましたね。若さが出ましたね。もうちょっと我慢してればいいでや。よかったんですが、
若さは強さではなかった。そうですね、ストリートファイター的な戦いでしたね。カナディアンマンなかなか良かった。あの足払い唐突に出してくる。さあ判定の強い技振って息を得ようとローリングを割っていく。もう足払いね、足払いから急に落ちてきた。着足そう奥田君うまい。上位でこっち来るなとよく見てるよ。エメのムスライクエメのムライクジャムダイエリカーのバックジャムで下がって画面足しょって危ない。足払い来るぞ、落とされて、おっと大切り一戦で仮面技突進使って潰されていく。着切り放ってで目の下行く。さあ時間がない。結構このゲーム肉取った。イデアナイス取ったけど投げられて、投げられたけど投げ返して、イデア逃げるんだ。7秒、逃げ切れんのか。あと3秒、余計なことをやると死ぬぞ。おっときっちり切り返し1-1。さあイデアのストリートファイター能力が試される。1回戦で敗退するのは許されない。さあどうする。先ほどエアガイス仮面に等身伝通で敗れたイデア、何としてでもどこっちのタイトルでは逆襲したいところ。させさせない。大斬り刺さる。かなり攻めていく。仮面端背負っているのがイデア。ピンクのアーマー飛び込み当たらない。でローターソード。さあここはポーションが拾うチャンス。相手には拾わせない。回収していく。相手はもうすでにマックス、もうすでに相手はもう決まってますね。レッドブル飲み干しているの。投げは拒否られて肉を取られて、肉取られちゃう。あーこの体力差と時間どうなんだ。逆転性はあるのか。あーおローリングだって。そしてトビのガードして攻めていくイデア。時間がない。ロックヘッドがヤゲクソ気味に空対空をしっかり投げて、イデア、イデアが長かった戦いよ。さらばイデア1回戦の投げたけど1回戦敗退。残念、勝ったのはカナディのドワフギルスロケット。お見事イデア。さあじゃあライユさんとボムさんです ね、 ね。さあいきなりイデア今度ドンキホーテのあボムさん後ろ後ろカーテンの奥のコーナー行こうな。バイ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 。電源切ります。電源切ります。さあ優勝候補同士いきなり戦うのかどうなんだ。金沢から来てくれたハニーワンだぜライフ。先ほどの試合では恐ろしい強さを見せてくれたか。帝の大会でもそれは通じるのか。そして 2P 側グリーンジャイアント、トウモロコシを使うおなじみボムさんです。忍者マスターズファイターズヒストリーダイナマイト、さまざまな格闘ゲームで強さを発揮してきたボム。先日ファミコンジャンプじゃねえやゲーセンジャンプでも、ドラゴンボールジョジョと優勝を重ねてきたボムさんが 2P 側だ。精進オリンピックタイトルで優勝を重ねるか。 2P 側トモロコシのボム、そして同じくギリウスロックヘッドを使うハニーワンだからの資格遠征勢ですよ。お飛び道からめくり合って投げが入って、そこから飛び込み投げて、ハメじゃないのかというめくってからの投げて、めくってからの投げて、さあボブさんめくってからの投げて、ドスッとこのトウモロコシがなんぼのもんじゃと、トウモロコシは知らねえよと、わしは米が好きなんじゃと。これがいわゆるドワーフ投げってやつですかね。金沢名物いきなり決まっていく。とテクローリング当たってからの投げ て、 投げて死んだか、死んだかこれ優勝候補ボムさん死んだか。トウモロコシがトウモロコシが食われていくぞ。トルティーヤ食いたいんで俺はと死んだ死んだ。勝ったのはライユ、お見事。ここに今ゴールデンアックスガチ勢現る。エアガイツ画面がなんだ、どういうことだと。エアガイツ画面がそれを教えてくれると。画面をちょっとしながら、エアガイツ画面、お前もうキャラ決めた後だろ。決めた後だろ。決めた後だろ。ダメだよ、お前。なんで今更聞き出すんだよ。まさかまさかのハニーワンだぜ。エアガイツ画面が、すごい偉い新鮮なものを見た感じで目が輝いてますよ。何今のみたいな。何今のみたいな。さあ、エアガイツ画面、スルタツ。じゃんけんして席を決めるんだ。まさか優勝候補のボムさんがここまで完膚なきまでに金沢勢に殺されるとは思わなかった。面白くなってきました。誰があれを破るんだ。世界は広かったってことですか。世界は広い。
まだまだゴールデンアックスデュエルは発展途上のゲームなんです。悪いトウモロコシ、それ以上に悪い悪いジジイが現れた金沢名物ドアフ投げを食らってそうして一気にあれですよ、あのライブさんの周りにゴーデンアクスデーがわらわらと何今のみたいな。さあ野外つかめ、そろそろ優勝してもいいんじゃないの。一回戦ワンピー側ガエルとスーピー側、スルタッサンの青エルフですね。青エルフか。さあどうなるか。氷で飛び道具投げて。さあカエル使いのエアガイツ仮面。まずは飛び道具を放っていく。今日も元気にカエルハメ出るのか。カエルハメ出るか。今日も元気に。カエルになっても諦めちゃいけません。カエルになってからも強いですからねこのゲーム。さあカエル変化を宣言を放っていく。飛び道具早い飛び道具放ってエアガイツ仮面を硬直させる。飛び込んで。そうですね。始まるね飛び道具。飛び込んで、おっと、まず順当に、ボグと投げて、野外つかめ、順当に一本選手、そろそろ優勝が欲しい野外つかめ、絶対に1個ももうこれ以上落とせないんです。さあ、2試合、2本目、おっと飛び道具、飛び道具、コロ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 からの投げが出るのか、野外つかめ、必殺のコロコロ投げ、さまざまな格闘術を体得している野外つかめ、ゴールデンアクスではどうだ。足まで返して飛び道具、総合格闘技さん、グラップラーバキみたいなもんですね。そうですね。おっと投げた、いいよ、エアガス画面唐突に投げていく、投げて画面端の強さ見せていく、投げて、ま、投げてコロッと投げて、大パンチ投げ負け、大パンチ、でも当たった、お見事、エアガス画面1回戦突破、おめでとう。さあじゃあ時の扉くんと白半さんじゃんけんをして制御、あじゃあねえ、白半さん好きな方座ってください。さあ、いよいよ出てきた優勝候補、時の扉。リアルストリートファイター。昨日のストリートファイターゼロ大会優勝者、時の扉、2冠なるか、ゴールデンアクス DL 大会、1回戦、まず 2P 側に座る。まあ、エアガイツ仮面もね、やっぱり、ね、まだ終わらんよと。まだ終わらんよ。クワトロバシーな割にね、諦めてられないわけだよ。あ、俺は、次当たるんですけど、みたいな感じですけどね。ガードしちゃいけないんじゃないか、もう。あ、でも、食らってもなんかお構いなし。食らっても投げられるのかね。さあ、じゃあ、ワンピー側、先ほどサムライスピリッツ大会で優勝したシロハン、対し、昨日のストゼロ大会優勝したアンディを使う、時の扉、チャンプ同士の戦い。さあ、時の扉も一個ももう曲げられない。二冠を目指していく。飛んで、飛び込むかな、しゃがみ切りで牽制、弱切りで追い返していくのは白半。白半さんは間合い調整が他のゲームやっぱり上手い。白半さんの間合い調整はかなり上手い。上り切りで、相打ちって、あ、今の相打ちっちゃうんだみたいな感じ、ちょっと確認しながらやってる。確認しながらやってる感じ。おっと、無敵で抜けてきて、キックの一つ、おっと、相切り返していく一戦。どうする、無敵の移動、繰り返して近寄っていく。さあポーションがばらまかれる。まずは1本目ゲットしていく。飛び込み、あ、飛び込み、やばい、白飯強い。さすが冷静に勝利したところに投げ、無敵の移動、それ無敵の移動なんですよね。それ無敵の移動なんですよね。白飯さん一撃当てて、肉取れば、肉取りたい、取った時間がない、とりあえず白飯優勝候補の時の扉を一歩先取していく。さあ、扉くん後がないぞ。まさか1回戦で敗退するわけにはいかない。ストリートファイター。新作に、果敢にチャレンジしてきた2013年の扉の扉。時の扉、これ新作でもストリートファイター力を示すことによって、ストリートファイターフェロモンを分泌し、モテることに。そうです。ストリートファイター。証明するために。ストリートファイターフェロモンを分泌したいところ。さあ、どうする。さあ、決まっているのは白飯。こうなると、超必殺技を出すチャンスになるが、どうか。我慢して、ね、おっと大切り読んで飛び込んだ、時の扉肉取って体力満タン、チャク切りで牽制していく、飛び込んでチャイク切り、中切りと細かく技を刻んでいってダメージを蓄積させる。残りタイムが少ない、さあ時間が少ないぞ、大切り振り回しての白ハードですね、ガンガードしている、ほらほら勝った勝利受け、タイムゼロ、勝利は一応したための技なので、あ、そっか、サマーですね。さあとりあえず時間切れで勝っていった、1-1ファイナルディール。さあ注目の時の扉1回戦決まった、デッドボール決まって決まっていったぞ、時の扉飛び切りからアックスシステムを有効利用、飛車切りから移動投げ、
着衣で挟んで大切りをしっかりガード。通常技が強いカイン、その辺昇竜と落として、昇竜落として半分減らしている状況。どうする、足場から移動投げ、背負い投げ、移動投げ、おっとここ呼ばれた、分かってるよと白飯読んできた。さあ肉は、肉は取られた、取られた、いいぞ、今下がってるね、下がってるね、ブシュッと刺して勝ったのは、いや、やっぱ一本取られてから強いっすね、一本取られてから強い、ストリートファイター時の扉行かせとっぱめると。さあここでもあれですね、昨日の優勝者、そうですね、ガロボー、ガロボーが出てきた、ガロー伝説2大会優勝者ガロボー、 VS ヤガモン、来年の主役ヤガモン、じゃんけんして成功、来年ミカドでバトルファンタジアで一世を風靡できるのか、バトルファンタジア旋風を巻き起こすヤガモン 2P、 まずは今年前哨戦、昨日ガロー伝説2大会を見事優勝したガロボーに一矢報いることができるか。さあ準備ができたら始めてくれ、カナディアンマン、あ、そこそこ、こっちはカナディアンマンか。さあ今日は未知の戦いが、未知のハニーワンダ勢がいますからね、どうなるか。まずはボムさんが死んでいった、他の連中も包囲もしないといけないかもしれませんね。さあガロボーが選択しているのはアンディ、アンディですね、そしてチャム、チャムチャム的な被り物ベスキャラ、ヤガモン、さあヤガモンも萌えの最前線をここで少し発揮してきている。距離を取ってまずは様子を見る、飛び道具敵で飛び道具を抜ける、ここはジャンプで抜ける、差し合い、お互い空を切る、よしみからの飛び道具、おっとアクセスシステムを有効に利用するため、めぐってからのゴスゴスゴスキック、投げてギリアスでできるなら他のキャラでもできるんだろうと、みたいな感じでガロボーが今試した感じでしょうか。いろんなネタがまだまだ隠れてそうだ、昇竜と落として、落としてめぐりはちょっと近かった、弱足払いが無敵、あ、じゃない、ガーフと呼ばれているこのジャムの攻撃、飛びとくってね、距離を取ると飛び込んできたのはガロボー、めくって投げ て、これかめくってから、とっと暴れられて、やばいやばいやばい、ゼロタイムがない、で我慢して、ガロボー我慢してガロボー、なんとか一本選手、危ない危ない、いろいろ試しながらゲームをやってる可能性がありますね。ジャムが悔しそう、さあヤガモン後がないぞ、どうする、連打系の技をで波動拳、波動拳突進はガードされて、ガルボー我慢我慢からのめくりガードさせてからと投げは100列で拒否、昭和しかないね、昭和らしい100列、シャーアッパーで飛び込みを落とされて、さあお互い決まってる状況、おっといつの間にかガルボーの誰か偉いヘッド、昭和しかの100列、1、2、3発ぐらい食らってワンセットで痛いんだよね、そうね、相当減ってるよね、あれびっくりするような減りで、いつの間にかヤガモン1本取り返す、さあ 1-1 状態、距離を取ってお互い決まってますよ、逆切り挟んで、アクス発動、アクス発動、決まってる間に抜けていく飛び道具、さあ壊し100列、焦がされていくガロボー、我慢して無敵から、無敵技100列で拒否、100列で拒否られて、シャガーアッパー冷静、落ち着いて落ち着く、またジャンプ読まれて、今度は空対空、昭和昭和かれて、ピヨってピヨってる、ヤガモン、ガロボー超え、お見事、いやいやいや、ヤガモンよくやった、ガロボーをまず1回戦で下していった、来年の主役です、来年の主役、どこまで主役になれるか、次は時の扉戦ですからね、期待したいところ、4126とザコさんですね、はい、じゃあ4126とザコさん、よろしくお願いします、じゃんけんして積極的にください。さあサムライスピリッツ勢からの資格、初代サムライ勢からの資格、ザコ初めてやるという、まあでも立ち合い立ち回りだけで下手すと勝てるゲームでもあるので、ワンピー側へザコさん、そしてザンクローム総研大会、あとはミカドのガロー3大会で実績を残している4126、今日はハニーワンダからの刺客雷雨がいますからね、この均衡がいつ破れるのか期待したいところでございます。さあワンピー側 DTD、先ほど2度目ぐらいのプレーで、そうですね、等身伝説大会を優勝した DDD、 まさかエアガイツ仮面を破る男が現れるとは思わなかった、都心伝説大会でね、
EDD が 1PA、2P、ブリキ大会で活躍してくれたブリキ24、2P が女剣士。ミランですね。ミランか。さあ、どうなる？コマンドとためなんだ。いや、主人公側ですね。仮に立つコマンド。ミランは全ためですね。なるほどね。そのように龍拳タイプが分かれていると。スタート進して近寄ってくるが、飛び道具しっかりガード。女剣士ミラン。さあキック技下がっていくも投げていくで昇竜しっかり返して、ベロムストライク突進して危ない。技は当たらなかった。技の硬直に大切りが当たる。非常に危険。危ない。出していくベロムストライク。打っていくのはブリキ24。おっと、大当たって、当たった。さあ、ミランピーチよ。スーピー側、ブリキ24。おっと、当たった、ベノムストライク。しかし、ダギリで返して、時間ギリギリいっぱい。逃げる。勝ってるのは、ワピー、ディディディ。さすが。時間は最高、有効に使ってますから。そうですね。強襲を使い、ディディディ。今日は会員を選択して、ゴールダンスリアル大会に出場。ベノムストライク、放っていく。そういうタイプね、落として。地上戦飛び込んできたところ勝利で回ってましたよと。ため技が刺さっていく。ベロムストライク、ベロムストライク連打して飛び当てて、おいいぞ、いいようにしてるよ。ブリキ24大切り、しかし大切りで返される。突進に飛び道具合わせていった。 DDD 大切り刺さって飛び込んできた。スタップポーションばらまかれてキックの技を、あと2取ったのは24。ブリキ24突進から裏に回る。大切りで追っかける。 DDD 体力リードされている状況。あ、肉だ取って、勝利者さんが決まった。超必須。どうなのこれ、ドガッと派手な演出。ドガッと演出があって、まだ生きてる。ブリキ24まだ生きてる。ベノム、しかし勝利受け。お見事、見せてくれた DDD。 一回戦突破おめでとう。アックシュシステムの超必須初使用ということでありがとうございました。したら、タケヤンとカナディアンマンですね。はい、じゃあタケヤンとカナディアンマン、じゃんけんして正義を決めてください。よろしくお願いします。そして静かに瞑想中のエアガイツ仮面。さあ、エアガイツ仮面、これを逃すとさすがにしんどいぞ。ドラグーンザンサムとどんどんしんどくなってくる状況。瞑想中エアガイツ仮面、活躍できるのか否か、優勝できるのか否か。さあ、カナディアンマン、タケヤン、勝つのはどっち。 1P 側カナディアンマン、 2P 側タケヤン。お互い結構いい感じの差し合いを制して上がってきてますからね。どっちが強いのか見せてほしいところ。タケヤンの主人公カインとカナディアンマンのイリアス、ジャンプで飛び込む。おっと、タイク、バッチ落としていく。ガードしてから、おっと、ダイヤシバラ引っかかって、また波動拳、波動拳重ねていく。タケヤン、おっと、うまい。ローリングをジャンプ台切りで落としていく。おっと、ここは食らってしまう。あのリンク、下がりガード不可なのか。そうなんだ。あまりかガードしてるな。そうだけど落として、めくって、ジャックパンチ連打していく。大切り食らって危ない。対空失敗したか。当たってしまった。大切り、さあキックからの連続技、3発ヒット連続入力で3発ヒットする竜巻戦略ですね。チェスト的な感じです。さあ、大切り、大切り刺さる。ちょっとガードで残りタイムがない。時間がない。ゼロと。おっと、ここは垂直ジャンプ大切りで刺して、まずは一本選手ジリッとした戦い制していく。このゲームってなんかタイム早いような気がするね。50秒しかないんだね。なるほど、さすが 2D 格闘ゲームを日本しか作っていないプレイヤー、分かっていないのかもしれません。さあ、ここでジャギリ振り回し、ダイギリ当てて、ダイギリかな。ここは当たらない。ワーニングライバルかゴールデンアップザリエル、こんな感じのペガシャの 2D 格闘。次の格ゲーは大丈夫なのか。電撃クライマックスも50秒かもしれません。ちなみにここは大切り
当てていく、将棋で旗で。おん、食って食って、そして、動かして、体力的にリードしているのは、ワンピガワ、ギリギリ。おっと、チャガッパー、クラスターおっと、クリック、おっと、当てて、タイムオーバー、タイムオーバー、取り返す、ドロー、取り返していく、一本取り返す、さあ、ファイナルデュエル、お互い差し合いっぽい戦い、ジリジリしているが、どうする、どこで試合が動くのよ、大切りガード、ショーパンガード、中切り当てていくのはタキアン、ダメな手を打って、待ってる、あっと、刺さっちゃった、でもこれ以上がない。もうなんでそれ？何それ？なんか当てた。ピエン、なんと、あの、フライングアタックですね。フライングアタックを当てて、ギリスパンダーヘッドじゃなくて、ロケット。ジャックパンチ。で、肉は取って。肉取っちゃったよ、カラリヤマン。さあ、カラリヤマン大嫌いだね。いつまでも弱小超人じゃないんだよと。カラリヤマン、ここは強さを見せる。ああ、第10話で食らって。時間がないけど、食らって。竹谷逃げるか、これ。逃げ切れる。肉取った上で。肉取った上で逃げる。やらせるか、待てよと、カラリヤマン追いかけて。行ったけど。あったらどっち竹谷竹谷勝ったおいよと。いやいやいや、噛み合ったいい試合でしたね。ありがとうございました。